ハブヒデユキは、日本プロサッカーリーグ元事務局長。元東京ベルディ代表取締役社長。東京都立富士高等学校、早稲田大学卒業。東日本旅客鉄道社員東日本 JR、小賀フットボールクラブ執行の後 J リーグに。2005年12月に J リーグ事務局長に就任。2010年、親会社の撤退による、経営危機に立たされた当時、 J2 の東京ベルリの経営に介入し、史上初となる事実上の J リーグ直轄運営を行うにあたり、J リーグ事務局長との兼務の形で12月に社長に就任。その後、新スポンサー探しに奔走する最大の功労者となった。東京ベルリは、その後、ゼビオ、バディ企画研究所などが中心となった複数の企業グループの共同出資を取り付けることに成功。 当初は、この再建の目処が立ったところで一旦経営から退く予定だったが、周囲から、ハブの続投を希望する声が殺到したため、J リーグ事務局長の職を辞し、同年10月東京ベルギ社長に専念することが決まった。2020年12月25日、東京ベルギの社長から退任し、日本プロサッカーリーグの参与に専任された。2021年5月、 古会社化に伴うゼビオの内部監査で、ハブの不正が発覚した。ゼビオ関係者によると、スポンサー料の着服疑惑に加えて、ベルディの業績好転を装うためにスポーツクラブなどと架空取引を行い、売上げの水増しもしていたという。経費の使い方も尋常ではなく、年間30回近いゴルフのプレイ代として120万円を請求、銀座の高級クラブ、 ジャンヌ・ダルクなどに、各州で通い年間220万円使用、お気に入りのホステスのために、白金台にマンションを借り上げるなど講材費の合計は、年間1000万円以上に上ったことが監査で明らかになった。ありがとうございます。